山本君。以上。立憲民主党の蓮舫です。総理、まず確認をさせてください。子どもを作らない、持たない人は生産性がないんでしょうか。安倍内閣総理大臣。生産性という言葉を、どう使うか、いろんな議論があるところなんでしょうけど、この子ども作るか作らないかということに関してですね、生産性という概念を当てはめるのは間違っているんだろうと、このように考えております。蓮舫君。自民党の杉田議員が、月刊誌新潮45が廃刊となるきっかけとなった機構、LGBT のカップルは子どもを作らない、生産性がない、税金をそこに使うことがいいのかと、これ、書かれました、どうお考えですか。安倍内閣総理大臣。ご指摘のとおり、LGBT といわれる性的少数者、少数者に対する不当な差別や偏見はあってはならないことであります。多様性が尊重され、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現に政府は取り組んでいるところであります。内閣、与党、野党を問わず、国民から選ばれた一人一人の政治家は、自身の発言で関係者を傷つけることのないよう、細心の注意を払わなければなりません。その上で政策を磨き、結果を出すことによって、国民の負託に応えていかなければならないと考えております。蓮舫君。安倍総理は総裁選の間にこの件について問われると、まだ若いですから、これから注意しながら仕事をしていってもらいたい、これ、同じ認識ですか、今も。安倍内閣総理大臣。今申し上げましたように、内閣、与党、野党を問わず、国民から選ばれた一人一人の政治家は、自身の発言で関係者を傷つけることのないよう、細心の注意を払わなければならない。その上で政策を磨き、結果を出すことによって、国民の負託に応えていかなければならないと考えております。蓮舫君。答えてません。若ければ許されるんですか。安倍内閣総理大臣。答えていると思いますが、自身の発言で関係者を傷つけることのないよう、細心の注意を払わなければならないと、その上で政策を磨き、結果を出すことによって、国民の負託に応えていかなければならないと考えています。蓮舫君。最新の注意がなかった、でその結果、月刊誌が発売した7月18日以降、抗議声明相次ぎました、自民党本部の前、全国各地で抗議活動も行われました、このことはご存知でした。安倍内閣総理大臣。存じております。蓮舫君。そして杉田議員本人がようやく記者の取材に答えたのは、帰港してから3か月後の10月24日、誤解を招いたことを心苦しく思う。気づいた方がいらっしゃることは大変重く受け止める、謝罪も撤回もしていません、これは抗議活動とかさまざまな声明は誤解だったんでしょうか。安倍内閣総理大臣。それはご本人が説明していることなんだろうと思いますが、党としての考え方はすでにお示しをしているとおりです。蓮舫君。世の中に待機児童なんて一人もいない、待機しているのは預けたい親でしょう、 SNS に何度も発信、離別の場合、シングルマザーになるのはある程度自己責任、ドメスティックバイオレンスなんて場合もあるかもしれないが、厳しいことを言うと、そんな男性を選んだのはあなたでしょに終始する、月刊誌へのシングルマザーを売りにするなの機構、国会では男女平等は絶対に実現しえない、反道徳の妄想です、女性にしか子供を産めないことをネガティブに捉える社会になってしまった、その結果、DV が蔓延し、離婚が増加。少子化や貧困の原因になっていますと、国会で発言しています。厚労大臣、正しいですか、この認識。根本厚生労働大臣。私とは意見を異にします。蓮舫君。総理、いかがなんでしょうか。安倍内閣総理大臣。その発言について私、確認しているわけでございますので、いやいや、それは私自身が、確認させていただいておりませんので、コメントのしようはございませんが、それが事実であるとすれば、今、根本大臣が答弁したとおりであります。繰り返しになりますが、私自身は確認しておりません。蓮舫君。事実を私は調べて、今、ご紹介をさせていただいています。この杉田議員は、安倍総理と同じ派閥、総理の地元、山口県連に所属、先の総選挙では自民党の比例単独候補。自由民主党で選ばれた議員のこれらの発言、
生産性がない発言等を含めて、処分はしなくていいという判断ですね。安倍内閣総理大臣。処分するかどうかということは、党で判断をしていくことでありますが、先ほど申し上げたとおりですね、自身の発言がどういう影響を及ぼすかということに常に細心の注意を払っていくべきだろうと、このように思います。蓮舫君。その程度の認識というのに愕然といたします。これまた引き続き伺いますが、次に、政府は新たに外国人労働者を受け入れる在留資格を新設。これは総理、単純労働者の受け入れを認めるものですか。総理。山下法務大臣。お答えいたします。今回の新たな受け入れ制度につきましては、一定の専門性、技能を有する外国人を即戦力として入れるものでございます。したがって政府としては、例えば特段の技術、技能、知識、または経験を必要としない労働に従事する活動を行う外国人を受け入れる政策については、これを取ることは考えておりません。蓮舫君。いや、よくわからない。つまり、これまでの単純労働の受け入れは原則禁止との方向は変わらないんですね。山下法務大臣。新たな受け入れ制度についてお尋ねですので、今回の新たな受け入れ制度については、特段の技術、技能、知識、または経験を必要としない労働に従事する活動を行う外国人を受け入れる政策ではないということでございます。蓮舫君。2ページに資料を付けさせていただきました。新設するという特定技能1号資格の外国人労働者には、相当程度の知識、または経験を必要とする技能が求められる。この相当程度とは何でしょうか。山下法務大臣。これは今後ですね、政府基本方針において、検討しようということではございますが、現段階で例えば、業務を遂行するにあたり、監督者の指示を理解し、業務を遂行することができる、または自らの判断により業務を遂行できる能力というのがこれに該当しますが、この技能に達するためにですね、やはり相当期間の実務経験などを有するものというものを考えております。蓮舫君。いや、全然わかりません。相当程度の技能とはどのレベルでしょう。山下法務大臣。それぞれの業種、受け入れ分野ごとに、業所管庁が定める試験等において確認されるものでございますが、先ほど申し上げたように、やはりそれぞれの分野、業種において、業務を遂行するにあたり、監督者の指示を理解し、的確に業務を遂行することができる、自らの判断により業務を遂行することができる能力、そしてそれを取得するには相当期間がいるということ、これについては、業所管省庁と緊密に連携を、連絡を取り合った上で、今後決めていくということになると思います。蓮舫君。全く分かりません。唯一分かったのは、業種ごとに所管省庁が相当程度の技能を決めるということです。今回、重要業種が想定されているということですが、例えば、これ、国交大臣、ちょっと聞いていいですか、宿泊業の相当程度の技能水準とは何ですか。石井国土交通大臣。ですね、ご通告ありませんでしたので、今、詳しい資料が手元にないのですが、ただいま検討しているところではないかというふうに思っております。蓮舫君。閣議決定をして、それにサインをされ、今後、基本方針を見つけて、決定して、で、業種を各担当省庁が決めていくんです。じゃあ、ちょっと簡単に聞きます。ベッドメイキング。これは相当な技能を有しますか。所管大臣。どなた。はい、石井国土交通大臣。宿泊業の中の相当程度の技能ということかと存じますが、それについては現在検討しているところかと存じます。蓮舫君。
何を検討するんですか。ベッドメイキングが単純労働か相当程度の技能かを検討してるんですか。石井国土交通大臣。ベッドメイキングが該当するかどうか、今ちょっと手元に、はっきりお答えできる資料はないのですが、宿泊業として求められる相当程度の技能ということを、全体的に検討しているという状況であります。蓮舫君。宿泊業として求められる相当程度の技能、食事の配膳はどうでしょう。石田国土交通大臣。ご通告がありませんでしたので、ちょっと手元に詳しい資料がないのですが、全体的に検討している状況ということであります。蓮舫君。すみません、通告しなくても、後から疑問が出てくるものですから、じゃあ、例えば外食業で相当程度の知識、経験という技能は何ですか。山下法務大臣。外食業。外食業、厚生労働大臣。外食業。山下法務大臣。法務大臣、外食業なのか。全般的にですね、業種横断的な技能レベルについて、これについてですね、先ほど申し上げたように、一定の専門性、技能を有する業務ということを決めていく、でその中でですね、先ほど申し上げたように、監督者の指示を理解し、的確に業務を遂行できる、自らの判断によって業務を遂行できる能力について、今、各省庁が検討、精査しているところでございます。でその、そういったところをもってですね、今後、政府の基本方針の中で、正確に落とし込むということになるというふうに考えております。蓮舫君。法務大臣は各省庁が今検討しているという、例えば国交大臣に聞いたら全くわからないという、どっちですか。山下法務大臣。今の段階では検討精査をお願いしているところであります。でそういうことで今検討精査が終わりきちっということであればまた申し上げるということではあるわけでございますけれども、そういったところでございます。蓮舫君。相当程度の技能水準は検討が終わってから法案審議が始まりますか。山下法務大臣。まず、この法律の立て付けとして、その法律が認める在留資格の大枠が決まらなければならない、そしてそれに基づいて政府方針が決まらなければならない、その政府方針に基づいて分野別方針が決まるという論理的な順序になっております。そういうことでご理解をいただきたいと思います。蓮舫君。在留資格の大枠こそが、どの分野、どの業種で働くか、どの特定、ある程度の技能かということに当てはまるんじゃないですか。それを先送りして、資格だけ作るというのは間違ってると思いますが、いかがでしょう。山下法務大臣。これは入管法に定める在留資格の仕組み、規制の仕方についてご理解を賜りたいんですが、この入管資格全体についてですね、具体的な内容というのは、省令に委ねているところであります、上陸審査基準省令と言われておりますが、そういった具体的な内容を法務省令で定めるということでございます。で、それを定めるまでの手順について、まず法律を決めていただく、そして政府として閣議決定をしていただく基本方針をまず決めていただく、そして分野別方針を決めていただく、それで基準省令等に落とし込むと、これが論理的な順序ということで、ご理解賜りたいと思います。蓮舫君。どの分野でどういう仕事についてもらうかがわからない。そして報道で来年4月から14業種4万人の受け入れを想定とニュースで配信されているけど、これ事実ですか。山下法務大臣。
分野につきましては、閣議決定されました法案において、人手不足、人手確保が必要な産業上の分野ということであります。で、その中身については、今後、検討ということになろうかと思います。そして、4万人ということでございますけれども、おそらくこれは本年8月の概算要求時に、初年度の受け入れ見込み数を算出した数字について言及されたものだと思いますが、これにつきましても現在、精査中であり、政府として今回の法案による外国人材の受け入れの見込み数をなるべく近日中にお示ししたいと思っております。平尾君。近日中とはいつですか。そして何人入れるんですか。山下法務大臣。これは近いうちにということも言われたわけですけれども、これはですね、法案の審査にですね、資するようにしっかりと出していきたいというふうに考えております。人数につきましては、現在、精査中でございます。蓮舫君。人手不足の実態と需給バランスをまずお示しください。担当大臣は。人手不足。厚生労働大臣、根本厚生労働大臣。人手不足を示す指標はいろいろあると思いますが、厚生労働省官で言えば、有効求人倍率で人手不足の状況が把握されます。今日は止めてください。根本厚生労働大臣。有効求人倍率は毎月発表してますから、全体で言えば今 1.64 だし、そして業種別の有効求人倍率もそれぞれの分かる業種で有効求人倍率は計算されております。蓮舫君。いや、人手不足の人数はこの業種でこれぐらいで、そして4万人、上限は近日中に示す、で、これだけの人を入れるんだという見通しがないと、この法案審議できないと思います。需給バランスの数を教えてください。根本厚生労働大臣。需給バランスの数というのは、有効求人倍率があるわけですよね、有効求人数と有効求職者数、その資料を出せと言われれば出せますが、どの分野、あるいは全体、お話をいただきたいと思います。蓮舫君。いや、私は有効求人倍率は理解しています。で、それでどんなに仕事を求めても人がいないから、だからそこに一時的に外国人に入っていただくというのが政府の立て付けなんですが、じゃあ、どれぐらいの数が足りないから、どれぐらいの外国人に入っていただく、その需給バランスを数の比率で教えてくださいと言ってます。根本厚生労働大臣。具体的な数字と言われれば、業種分野別の、今、突然の通告なしのご質問なので、個別の数字を、つまり有効求人倍率から逆算されるわけですから、人手不足というのは、その意味では業種別に出せと言われれば、調べて、お示しをしたいと思います。ただ基本は有効求人倍率で、今、たった今、どのぐらい不足しているかというのを有効求人数と有効求職者数の差だと私は思いますよ、業種別に。そういうことなんだと思いますよ、人手不足の単月ごとで言えば。蓮舫君。委員長、今、資料を出しますとおっしゃいましたので、今日にでも明日にでも、この人数の需給バランスの数を出してください。法案の審議ができません。ご国理事会で協議をいたします。はい、蓮舫君。法案では条文で、人手不足が解消されたら、新たに資格の認定をしないとある、でもすでに外国人の方は入ってきて働いている、雇用契約もあります、で、労働力がその産業で余剰になっても、その人をすぐ追い出すことにはできない、その場合のその日本人の労働に影響は出るでしょうか。
山下法務大臣。どうぞ。まず在留資格の観点からお答え、ご議論されているんですが、まずその在留資格のある期間中は、これも在留できるということで、またしっかりと仕事を探していただけるように、サポートをさせていただきたいというふうに考えております。それが雇用契約が切れた後でもおられるように、その在留期間中はですね、ただ、その在留期間の更新の際に、雇用の契約がない場合には、これは更新が認められない場合もあるということは、ということでございます。日本人の雇用にどういう影響が出てくるか、日本人の雇用にどういう影響が出ていくか、先ほど止めてください。山下法務大臣。失礼いたしました。これ、日本人の雇用に影響しないように、受け入れを停止するということでございます。そうしたことで、受け入れを止めるわけでございますから、日本人の雇用には影響しないような制度設計をさせていただきたいと考えております。蓮舫君。どんな制度設計ですか。山下法務大臣。これについて、いずれにせよその日本人の雇用について影響しないように人手不足の状況を注視する、ですから、その受け入れ、そもそも受け入れの段階でもですね、そういった人手不足の状況がどうなるのかということも予測しながらやっていく、労働市場の動向、そういったものもしっかり見ながらやっていくということでございます。蓮舫君。いや、その業種で労働力が余剰になっても、すでに雇用期間の残っている外国人労働者がいた場合、日本人の雇用に影響するじゃないですか、それがしないという根拠を示してください。山下法務大臣。まずそもそも人手不足の算定、これは関係業所管省庁と私、法務大臣がやらせていただくことになるんですが、その際に人手不足のやはり推計というものをですね、やはりきちんと求めていきたいと思います。委員指摘のですね、もう要するに雇用が足りているという状況がないようにまずやっていく、これが前段階、そして結果的にですね、雇用が確保が満たされて、そして契約更新がなされなくなったような場合においては、これは在留期間がの更新の際に、その雇用契約がないということであれば、これは更新はされないということで、日本人の労働市場に対する影響というものは乏しいのではないかというふうに考えております。蓮舫君。蓮舫君。雇用計画が切れたらお帰りいただくという説明は聞いていません。雇用計画が残っているとき、余剰になった場合、日本人の労働者に影響が出るんではないですかと聞いてるんです。はい。茂木さんじゃないでしょう。茂木経済再生担当大臣。この問題ですね、経済財政諮問会議でですね、議論して、その上で今、法務省の方に今、法案を作成し、各省庁で行っておりますんで、まずですね、各業種ごとのこの不足、これについては例えば女性の労働参加であったり、高齢者の活用、そして新たな技術、こういったものを用いてもなお不足をする業種、そしてこれは5年間の在留資格でありますから、そういった当面だけではなくて、5年程度をにらみながら、それぞれの所管省庁において、どの程度の人数が不足をするかと、こういったものを今後、精査をするわけでありまして、委員ご指摘のようにですね、短期的にすぐ変わるというよりも、そういった5年程度を見ながら、さまざまな技術革新、さらには日本人の活用を図っても不足する業種について、適切な数の外国人をですね、資格も見た上で受け入れるということになります。蓮舫君。一見答えているようで、何にも答えないんだったら答弁立たないでください。その数の根拠を示してないから、やり取りをさせていただいているんです。
その数の根拠、じゃあ、茂木大臣はご存知なんですね。茂木大臣。考え方については今申し上げました。こういった考え方におきまして、それぞれの所管庁省において、どの業種でどれくらいの不足が見込まれるかと、まあ、こういったことを、まあ、今後ですね、しっかりと検討させていただきます。蓮舫君。この件に関して、安倍総理は特に強調するのが、移民政策ではないと、これ、移民と言いたくない理由は何かあるんですか。安倍内閣総理大臣。移民という定義はですね、もう多義的なものでありまして、特定の定義があるわけでございませんが、いわば、私どもがですね、申し上げていることはですね、現在、深刻な人手不足に対応するために、現行の専門的、技術的分野における外国人材の受け入れ制度を拡充し、真に必要な分野に限り、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人を受けるために設ける在留資格、特定技能1号について在留期間が通算5年に限られており、これを超えて更新することはできないという、ま、というものを作る、また特定2号も作るわけでございますが、いわば、生産年齢人口が減少していく中においてですね、それを埋めるために期間を設けず、あるいは家族も帯同で受け入れるという、いわゆる移民政策は取らないということであります。これは今まで我が国が取ってきた政策を大幅に変えるものでありまして、国民の中にはさまざまな議論が存在する中においては、この政策を取るべきではないと我々は考えているということを今まで述べてきているところでございます。蓮舫君。総理は期限を付して我が国に受け入れるから移民ではないと、国会等では何度も答弁してるんですが、国連の候補によると、3ヶ月から12ヶ月の移動を短期的、または一時移住、1年以上にわたる居住国の変更を長期的、または恒久移民と呼んで区別するのが一般的と説明、この期限のあるなしではないんじゃないですか、移動する民、移住する民のことではないですか。安倍内閣総理大臣。例えば半年から1年とかいうことになりますとですね、それに定めている、それは例えば、私もかつて、1年ちょっと駐在したことありますが、そうすると私も移民になってしまうわけですよね。その定義はちょっと、いわゆる一般の方々が思っている移民とは、違うと、このように、これ間違いなく違うんじゃないですか。海外に出ている駐在員、全部そうなっちゃう、今、当てはまっちゃうじゃないですか。ですから、それは違うんですね。当てはまってしまいますよ、最初に言われたことは。これはもう衆議院でも議論されたことでありますが、ですから、私が申し上げているいわゆる移民政策というのはですね、これはこの概念は対義的なものでありますが、政府として、いわゆる移民政策を取ることは考えていないというのは、例えば国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人およびその家族を期限を設けることなく受け入れることによって、国家を維持していこうとする政策を取ることは考えていないということでございまして、今回の制度改正は、期限を付して、限られた業種について、限定的に外国人を受け入れるものであり、いわゆる移民政策を取るものではないということでございます。蓮舫君。総理が思っている移民と、一般の方が思っている移民は違うとおっしゃった、じゃあ、一般の方が思っている移民って何ですか。安倍内閣総理大臣。私の思っている移民と、一般の方が思っている移民が違うというのではなくて、今、例として、皆さん、ご理解いただきましたよね。例として、今、蓮舫さんが例として挙げられた移民とですね、それは例えば半年か12ヶ月ですね、どっかの国に行って、そこに住むということも含めて、移民だというふうにおっしゃったんですが、それとは違うということを私は申し上げて、おりますので、それ、普通に聞いていただければ、そのように理解していただけたのではないかと思います。蓮舫君。そもそも日本に移民はいないんですか。山下法務大臣。それ、移民を委員がどういうふうに定義するかによるんだろうと思います。先ほど委員がおっしゃった国連の移民の定義、これは国連では法的な移民の定義はありませんというふうなことを言われておりますし、OECD でも今言ったその定義については、一般的に受け入れられているものでもなく、
また適用も困難だと明示されております。我々はそのような定義をもって移民ということを判断しているわけではなく、国民がご懸念されるような移民政策は取らないということを累次説明しているわけでございます。蓮舫君。国民が懸念する移民とは何ですか。山下法務大臣。その例として、これまで、例えば国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れるということで、国家を維持していこうとする政策、これを取ることは考えていないということでございます。蓮舫君。私の父は台湾人です。日本の占領下で日本国籍を有してました。戦後台湾国籍になりました。でも日本が好きで日本を愛し、この国で暮らし仕事をして永住権を持って納税をしてこの国で亡くなり、今もこの地で寝ています。父は移民ではないんですね。山下法務大臣。蓮舫委員のご家族の歴史については大変敬意を表するところでございますが、移民という言葉については定義がございません。そうしたことでありまして、この法案の審議に資するという意味において、国民が懸念するような移民政策は取らないということを累次申し上げている次第でございます。蓮舫君。やっぱり外国の方に入ってきていただいて働いていただく外国人労働者という言い方でも、労働者だけど共に生活者なんです。労働分野の法体系をするのではなくて、生活の部分でその方が安心して暮らしていただくような体系を整えなければいけないから、移民がどうかどう、これは移民じゃないんだって強調するだけで止まるんじゃなくて、そこはやっぱり定義をして、そこから先に進まなきゃいけないんじゃないですか。山下法務大臣。まさに蓮舫委員ご指摘のとおりでございまして、これはですね、移民の定義によるものではありません。我が国に来ていただき、暮らし、働き、生活してくださっている外国人の方が適正に受け入れ、そして適正に受け入れた外国人を共に生きる、共生をする、そうしたことについて、我々は総理の指示のもと、この外国人の受け入れ、共生に関する閣僚会議、これを開かせていただいて、省庁横断で政府を挙げて取り組ませていただいているところでございます。蓮舫君。やたらと移民という言葉を否定するから、この法案は一体どんな日本の社会を作ろうとしているのかが、なかなか理解が深まらないんですね。で、自民党の政調が平成28年5月24日、共生の時代に向けた外国人労働者受け入れの基本的考え方として、移民とは入国の時点で、いわゆる永住権を有する者であり、就労目的の在留資格による受け入れは移民に当たらないと説明。法務大臣、これ事実ですか。山下法務大臣。移民の例としてそのようなご説明をしたというふうに報告を受けております。説教を止めてください。山下法務大臣。そのような説明をさせていただいたこと自体事実でございます。蓮舫君。入国の時点で永住権を有する者、永住権ってどうやって取るんですか。山下法務大臣。今お尋ねは我が国においてということでしょうか。我が国においてということであれば、我が国において永住での認められるためには、そこを善良であること、そして独立の生計を営むに至る資産または技能を有することそしてそういったものを我が国の国益に資するかどうかということを幅広い観点を法務大臣が判断するということになっております。蓮舫君。今大臣が言った3要件の大前提が、継続して10年以上日本に
暮らしていることです。つまり、日本に入ってくるときに永住権を持っている人はいないという立て付けですよね。山下法務大臣。大前提ということではありません。法律上の永住許可要件は先ほど申し上げた3要件、そして、その永住許可に関するガイドラインということで、まあ、このガイドラインにおいて、例えばということで、10年以上継続して在留とか、納税義務、納行で義務を履行していること、などなどが書いてありますが、それらを相対して、そのものの永住が日本国の利益に合すると認められたときに限り、永住を認めるということになっております。蓮舫君。そうなると、自民党が永住権の説明で、入国の時点で永住権を有する者が移民というのは間違ってますね。山下法務大臣。若干整理させていただくと、今申し上げた永住の定義は、我が国の入管法における永住の仕組みでございます。でそこで移民の定義というのは、我が国の今、現行法令においては移民を定義したものはございません。そして国連の定義も一般的に適用不可能だという中で、そういったものを一般的に例えばという例で移民の例として挙げたということであるということでございます。我が国の法令ということではありません。自民党の主張は間違ってるとお認めになった方がいいですよ。これから外国人労働者をどうするかというときに、過度に言葉に反応するのではなくて、どういう国を作っていくかというところを議論させていただきたいのに、話がかみ合わない。で、入管法を改正し、新設するとする特定技能第2号、家族の子どもやパートナーですね、の日本居住も認められる。で、10年の滞在が可能。この社は永住権を申請、取得要件を満たしますか。山下法務大臣。まず前提として、永住権というのは、他の在留資格からそういった先ほど申し上げた要件に即して認められるというものでございます。他の在留資格の中には、例えば他の就労資格も含まれております。でその上で、我が国の国益に合するかどうかということをしっかりと判断して認めるというものでございます。蓮舫君、もう一度、蓮舫君。新しく設ける要件、この資格で10年したら、永住権を申請して取得できますかって聞いてるんです、ごまかさないでください。山下法務大臣。お答えします。まず前提要件をしっかりしないと、それはあくまで非常に抽象的なお問い合わせでございます。まず10年いられるのかどうか、2号については在留期間その都度更新が認められるかどうかをしっかり見てまいります。そしてその上で永住が認められるかどうかについては、永住権取得の判断において、先ほど申し上げた国益に合するかなどの3要件しっかり見た上で判断するということをご理解いただきたいと思います。蓮舫君。質問に答えていただけませんか。特定技能第2号は最長で10年居住できます。そのうちの5年は就労ビザです。これは永住権取得の要件に当てはまっています。そうですねって聞いてるんです。山下法務大臣。先ほど申し上げたように、10年以上居住というのはあくまでガイドラインの世界であります。そのガイドラインに当てはまったから自動的に認めるものでもございませんということで、あります。速記を止めてください。
山下法務大臣。まずその、永住権の要件については先ほども言った通りでございます。そして10年、住まれた方、これはもう在留資格問いません。ガイドラインの要件は満たすということにはなると思う。我が国に適正に在留資格があるのであればですよ、10年継続して住める資格ということであれば、それは我が国に適正に在留をしていただく、あるいは納税義務を果たしていただく、その他国益に合するという要件が認められるのであれば、在留永住権の審査ということになると思います。ですから、ということでございます。令和君、審査を経て許可が出るかどうかは分かりません。これ法務大臣の判断ですから、審査があるわけですから。でもその審査以前に、特定技能2号は永住権を申請できる、その要件は満たしているでしょ。申請はできる人になるんでしょ。山下法務大臣。どうも誤解があるようですが、特定2号というのは期間が決まっていて、その更新においてはちゃんと特定2号の活動しているかどうか見ているわけです。ですから特定2号の資格を得たからといって10年住めるということにはならないということですよ。速記を止めてください。山下法務大臣。失礼いたしました。10年というのはあくまでガイドライン上の目安だということを申し上げた上で、日本に適正に10年、おられた場合、それは、そのどれを10年で見るかということも今後検討しなければなりませんが、そうしたことで申請ができるということはその通りでございます。これはあらゆる種、あらゆるというか、適正に日本におられればということでございますので、他の資格もそうでございます。令和君。再度確認します。特定技能2号は認められるかどうか別として、申請はできる有資格者ですね。山下法務大臣。特定技能を2号を取得してすぐに出せるかというと、それはノーであります。そうではなくて、特定技能の結果、10年おられたということになれば、そこの先ほどのガイドラインの10年という要件は満たしているということになります。蓮舫君。どうしてこの答弁を聞くために、こんなに長々とやり取りをしなきゃいけないのか、私にはちょっと委員長、全くわからないんですが、つまり、新たに申請する一つの資格は、10年暮らしたら働いて、そしたら永住権の道が開かれる、つまり移民政策への入り口じゃないですか、総理、違うんですか。安倍内閣総理大臣。まずですね、これは、特定1号、2号があるというのは、これ、皆さんご存知の通りなんですが、特定1号、技能1号よりも高い専門性、そして熟練した技能を有する外国人材を受けるために設けるのが在留資格、特定技能2号でありまして、特定技能2号についても、現行の専門的、技術的分野における他の在留資格と同様、一定の期間を設けて、在留が認められるものであって、新設となるいずれの資格もですね、一定の期間を設けて在留を許可するものであります。なお、特定技能2号が適用される業種はですね、これ今ちょっと誤解があるようなんですが、特定技能1号が適用される業種から、これかなり絞られる見込みであります。さらに、1号に該当する業種が2号に損する場合であっても、その資格を取得するためには、両所管省庁が定める一定の資格に合格する必要があります。特定技能1号での在留を続けることによって、自動的に認められるものではないということは申し上げておきたいと思いますし、これ、ハードルはかなり高いものになります。そしてまた、特定技能2号の期間は、現在の、すみません、ちょっと、ご静粛に、ご静粛に。
院外の方々の、ね、発言で非常に質問がしにくい、妨害されておりますので、委員長、ちょっと注意していただけますか。はいはいはい、特定技能1号での在留を続けることによって、自動的に認めるものではなくて、これ、ハードルが高いということは、その通りだということをご理解いただきたいと思いますし、また特定技能2号の期間はですね、現行の専門的、技術的分野における他の在留資格と同様、更新をすることができますが、これは日本での活動状況等が厳格に審査されて初めて許可されるものであります。で、そしてさらに、我が国での永住が認められるためには、そこを善良であること、独立の生計を営むに足る資産、または技能を有すること、そして引き続き10年以上我が国に在留していることなどの厳しい条件が課されている、以上述べたように、特定技能の在留資格を得さえすれば、我が国での永住が認められるというものではありませんし、そして私たちが申し上げている、いわゆる移民政策ではないというのは、ご理解いただけるのではないかと思います。蓮舫議員。総理、自民党の議員を見るんじゃなくて、私を見て答弁していただけませんか。総理は、世界から尊敬される日本、世界中から優秀な人材が集まる日本を作り上げていく、これは立派な方針だと思います。ところが今、やり取りをさせていただくと、決めた期間だけ働きに来てもらう、人が余ったら帰ってもらう、家族の態度は大きく制限、永住権は本当にハードルが高い、何人来るかわからない、保険制度、教育のあり方見て、人権が守られるかどうかわからない、3枚目に新たな外国人受け入れのプロセス、これ、法務省に作ってもらいましたが、こんなスカスカなプロセスで、本当に決めるんですか、あまりにも虫のよい法案だと言わざるを得ないんですが、いかがでしょうか。答弁の前に、傍聴議員に申し上げます。質疑の妨げとなりますから、ご静粛にお願いいたします。はい、答弁。山下法務大臣。委員ご指摘のように、優秀な人材を我が国に引き継ぐためには、外国の方を我が国に働き、生活する方として迎え入れ、社会の一員として、その生活環境を確保することが重要でございます。私、先般、例えばベトナムの法務大臣であるとか、あるいはミャンマーの高官、いろいろ話してきましたが、日本で働きたいというふうなことを、本当に両国民とも願っているというふうなことを聞かれました。ただ、そのために、やはり我々としてしっかりと、この新しい受け入れ制度で来る外国人に限らず、この我が国で働き、学び、暮らす外国人全体を受け入れる、その政策が必要でございます。そのために先ほどご紹介した関係閣僚会議において、総合的な対策ということで、適正な労働条件と雇用管理の確保や、労働安全衛生の確保、日本語教育の充実や、住まいの入居支援など、しっかりとやらせていただきたい。そして、ということで、この日本で働くことが魅力があるのだということを、ぜひ外国の方に分かっていただく仕組みに、政府を挙げてしていきたいと思います。蓮舫議員、その仕組みが全くわからないから、先ほどからやり取りさせていただいているんです。安倍政権はカジノ法案は IR と言い換えました。あるいは過労死ご遺族の方々が残業代ゼロ、過労死促進になるというのは高度プロフェッショナル制度と言い換えました。日米 FTA は TAG と表現する、つまり中身をごまかす言い換えを大変得意としているんですが、この新たな外国人労働者の問題は、定義はやっぱりしっかりをして、そして働きに来たいという方、働きに来てくださる方たちが、労働者としてだけではなくて、生活者として、その住環境も含めて、多様な宗教のあり方も含めて、多文化共生のあり方もして、それを議論しなければいけないのは、なんで入管法で法務省だけなんですか。厚労省や文科省や総務省やすべての省庁で想定できる課題に、こういう答えがあるから大丈夫だという、そういう法案を出してきて、議論するべきものだと私は思うんですが、総理、違いますか。安倍内閣総理大臣。これは、それはその通りなんです。我々もですね、我々もその上にのっとってですね、検討を重ねてきているところで、ございます。現在、確かに先ほど答弁いたしましたようにですね、いわゆる移民政策ではないということを申し上げておきました。これは実態とは違う不安をですね、
国民の皆様が抱くことがないように、私たち政府としてのですね、いわゆる移民政策とは何かということを申し上げたわけでございます。その上で、この人手不足に対応するために、海外から来ていただく優秀な人材の方たちにはですね、日本に来て仕事をしてよかったと思って帰っていただけるようにしなければいけないわけでございますし、来ていただける方も、受け入れる方もですね、両方ともよかったと思える制度にしたいと、これも本気でそう思っているんです。そのために現在、外国人材の受け入れ強制のための総合的対応策としてですね、適正な労働条件と雇用管理の確保や、労働安全衛生の確保、そして日本語教育の充実、また公営住宅や民間賃貸住宅等への入居支援などの各種取り組みの拡充等を検討しており、しっかりと実行に移してまいりたいと、こう思います。その中におきまして、現在の技能実習生等々にまつわるさまざまな課題、問題についても、正面から向き合いつつですね、しっかりとその中での問題が起こらないように対応しなければならないと、こう考えております。また、外国人の方の人権への配慮等についても、これまでも積極的、継続的に検討を重ねてきたところでありますが、技能実習制度における不適切事案の発生なども踏まえて、今般、出入国在留管理庁を創設するなど、体制面の大幅な増強により、外国人の方々の人権救済を含め、出入国在留管理を重大に比して、拡大に強化していくことになるわけでありまして、政府としては、今回の受け入れ制度が適正に施行され、優秀な外国人の方に安心して日本に来ていただけるように、関係省庁がしっかりと連携をして準備を進めていかなければならないと考えております。蓮舫議員。ぜひ今おっしゃられたことを法案審議の前に明確にしていただいて、しっかりとした従事審議を求めたいと思います。次に消費税増税の前提となる行革の視点でオリパラ予算について伺いたいんですが、総理、桜田大臣をなぜオリパラ担当大臣に指名したんですか。安倍内閣総理大臣。東京オリンピック・パラリンピックに向かってですね、まさに当時、文部科学副大臣として、しっかりと担当として頑張ってこられた方でございまして、この情熱をですね、再来年に迫ったオリンピック・パラリンピックの成功にですね、生かしていただきたいと思っております。蓮舫君。桜田大臣のホームページ、5年間調べました。政治理念、政策には、どこにもオリンピックの文字が一文字もありません。オリパラ議連の役員でもない、あるいはオリンピックにかける情熱がブログで厚く書かれているものはありません。副大臣の時に機械的に行ったどこどこの場所で行きましたという報告はありますが、大臣、ご自身でオリパラ担当にふさわしいと考えるのはどこでしょうか。桜田義孝大臣。なぜ選ばれたかは私は分かりませんが、それは総理が適材適所と思って選んでいただけたと思って、その選んでいただいた人に立派に任務を果たすようにしっかりと取り組んでいくつもりでございます。蓮舫君。じゃあ、基本的なことから教えてください。東京オリンピック・パラリンピックの3つの基本コンセプトは何でしょう。桜田大臣。ご指摘のとおり、基本方針は、オリパラ特別措置法第13条に基づき、国として大会の円滑な準備および運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、平成27年11月に閣議決定をされております。具体的には、こうした観点から、大会の円滑な準備および運営の推進の意義に関する事項、政府が実施すべき施策に関する基本的な方針、政府が講ずべき具体的な措置などについて記載しております。今後、この基本方針に従って、大会の準備運営に当たる組織委員会、東京都と十分な連携を図り、万全を期していく所存であります。
明宝君。桜田大臣、今お読みになられたのは、政府としての基本方針で、私が聞いてるのは、東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会が掲げている3つの基本原則です。桜田担当大臣。すべての人が自己ベストを目指し、一人一人が互いを認め合い、そして未来につなげよう、この3つの基本コンセプトとして、史上最もイノベーティブで世界にポジティブな改革をもたらす大会とすであります。明宝君。まあ、全員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承、これが3つのコンセプトになって予算付けされています。ちなみに、この大会ビジョンもご存知ですか。ご静粛に。桜田担当大臣。すべての人が自己ベストを目指し、一人一人が互いを認め合い、そして未来につなげよう、3つの基本コンセプトとして、史上最もイノベーティブで世界にポジティブな改革をもたらす大会であります。明宝君。速記を止めてください。桜田担当大臣。スポーツには世界と未来を考える力がある。これが基本コンセプトでございます。明宝君。はい、このビジョンがあって、3つの基本方針があって、それに対して関連予算が作られ、国と、そして組織委員会の支出が決まるんです。この前提条件、常に頭に入れておいてください。そうしないと、行革なんか絶対できませんから、こちら見ていただきたいんですが、オリンピック予算は平成25年の立候補ファイルでは、大会経費8299億円とされていたものが、平成29年12月、1兆3500億になりました。今年東京都は新たに8100億円を追加しました。そして先月、会計検査院が、検査結果として国の支出額が8011億、1500億から8011億に膨れると指摘をしました。総額で2兆8100億円です。大臣、これ、いくらまで膨れるんですか。桜田担当大臣。東京大会においては、東京都が IOC と締結した開催都市契約に基づいて、計画運営が東京都に委任されております。その準備運営は、東京都が設立した組織委員会が実施しており、東京都と組織委員会が事業主体としての責任を持っているところであります。また、東京都や組織委員会の取り組みを支援する立場でございますので、しっかりと支援していきたいと思います。速記を止めてください。桜田担当大臣。
検査院が集計した8011億円の大部分は、未来の行政目的のために実施している事業も含まれているところであります。大会経費の国負担は1500億円以外の事業で、大会の準備、運営、特に、突出する事業の支出がいくらになるのかについては、今後の予算編成と事業執行をもって決まるので、現時点で示すのは困難であります。いずれにしろ経費の効率的な執行に努めてまいりたいと思います。蓮舫議員。すみません、じゃあちょっと会計検査院、検査の概要を教えてください。会計検査院、堀川大吾局長。お答え申し上げます。会計検査院は平成29年6月5日に参議院からご要請をいただいた東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組み状況等について検査した結果を、本年10月4日にご報告いたしました。その概要を申し上げますと、政府の取り組み状況に関する報告に記載された取り組み内容に該当する事業及び平成25年度から29年度までの支出額について、各府省等から一律に調書の提出を受け、集計したところ、286事業8011億円となることや、新国立競技場の改修について、29年度末時点では、改修にかかる財源や期間、および必要となる業務の規模の方向性については定まっていないことなどを記述しております。そして検査の結果を踏まえた所見でございますが、オリパラ推進本部事務局は、大会との関連性にかかる区分等を整理した上で、大会の準備、運営等に特に資すると認められる業務について、業務の内容等の全体像を把握して、対外的に示すことを検討することや、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、大会終了後の新国立競技場の改修について、速やかにその内容を検討して、的確な民間移行調査等を行うこと、文部科学省はその内容に基づき、民間事業化に向けた事業スキームの検討を遅滞なく進めることなどに留意して、32年7月から開催に向けて、大会の円滑な準備、運営等に資する取り組みを適時適切に実施していく必要があるとしております。以上でございます。蓮舫議員。はい、今、報告あったように、本来国は1500億円だけが関連予算としていたものが、8011億まで膨れてる、それをきっちり整理しろと言われてるんです。これ、なぜ1500億、1500億の内訳は、1200が国立競技場です、300億がパラリンピック大会です、それ以外の国の関連予算、なぜここに入れなかったんですか、小さく見せるためですか。桜田担当大臣。これは答弁は先ほどと同じになりますが、検査院が集計した8011億円の大部分は、未来の行政目的のために実施している事業であります。大会経費の国負担を1500億円以外の事業で、大会の準備、運営等に、特に資する事業の支出額がいくらになるのかについては、今後の予算編成と事業執行を経て決まるもので、現時点では示すのは困難であります。蓮舫君。いや、じゃあ、この8011億で指摘された中で、国は国の関連予算、いくらだと思ってます。はい、桜田担当大臣。1500円でございます。ごめんなさい、1500円でございます。1500億円でございます。蓮舫君。会計検査院報告の指摘を踏まえた調査結果について、オリパラ事務局が出している紙は、大臣の指示で出したんではないですか。桜田担当大臣。そうであります。蓮舫君。そこには関連事業予算は1500億円と書いてますか。桜田担当大臣。それは1725億円であります。蓮舫君。さっきの1500億円は何でした。
桜田担当大臣。支出額1725億円は、関係者間で合意したスポーツ、くじ、財源と大会経費1500億円にかかる支出額でありまして、日本選手の競技力向上、大会成功に向けて大会経費のほかに、国が実施するオリパラ関係予算の事業の支出額などの5年間の支出額でございます。一層の透明性を確保して、オリパラ関係予算に加え、支出段階でも集計公表を行って、丁寧に説明していきたいと思っております。委員長。蓮舫君。はい、8011億分のうちで、国の関連事業は1720億5億円としているんですが、これ以外に関連事業はありませんね。桜田担当大臣。それは本来の行政目的のために実施しておる大会に直接する金額を算出することが困難な事業、あるいは本来の行政目的のために実施しており、大会との関連性が比較的低い事業のであります。はい、蓮舫君。はい、大会に資することが困難と判断した場合には、国の関連事業として整理をしていないというご説明でした。じゃあ、伺います。日本オリンピック委員会や日本スポーツ振興センターを通じて、オリンピックでのメダル獲得に向けて、選手を指導する事業、これも関連予算から外れています。なぜですか。桜田担当大臣。日本選手の競技力向上に向けた、大会成功に向けた大会経費のほかに、国が実施するオリパラ関係予算の事業の支出額677億円などの5年間の支出額、25年から29年であります。さっき止めてください。桜田担当大臣。はい、ちょっと入っております。はい、蓮舫君。私がいただいた紙では入っていません。確認してください。ご静粛にお願いします。休憩するか、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 
高田担当大臣。1500億円の中には入っておりませんが、1720億円には入っております。蓮舫さん。私がいただいた紙では、30年度に事業が終了しているから入っていないという整理をいただきました。桜田担当大臣。先ほどお答えしたとおりでございまして、日本製紙の競技向上利には、1500の中に入っておりませんが、1725に入っています。蓮舫君。再度、これはじゃあ、検討させていただいて、お互い確認をまた他の委員会でやらせていただきたいと思います。もう一つ大変心配しているんですが、新国立競技場、これ、本来の目的、本来の給与計画では1500億円でした、それが3000億まで膨れて、ザハデザインが撤回されて、遅きに失しましたが、安倍総理が3年前に白紙撤回という判断をして、そして新たに新整備計画が立てられました。この仕切り直しされた新整備計画は、何にどのような予算を立てましたか。文科大臣でやるな。柴山文部科学大臣。お答えいたします。新国立競技場の整備費用につきましては、国費および都費のほか、スポーツ振興区時、都との売上の一部が特定金額として充当されることとなっております。JSC におきましては、これらの収入の見込みも踏まえつつ、建設費の支出が平成31年度までに集中することから、収支バランス上、長期借り入れを行う資金計画を策定をさせていただいております。はい、蓮舫君。いや、違います。新整備計画の総額、何にどの財源をいくら当てるかを聞いてるんです。はい、柴山文部科学大臣。お尋ねの内訳についてでありますけれども、スタジアム本体および周辺工事費、そして設計管理費については、計1590億円を上限とする方針が示されております。その後、これら本体工事費をですね、1552億円で計画を、契約を行うほか、財源スキームでは、事項のみであった通信セキュリティ関連機器に必要な経費が明確化すると、滞りなく進捗をしております。今後、重機などの調達、本体工事費のインフレスライドなどにより、経費全体の変動も見込まれますけれども、現時点では本体工事費については、整備計画の上限の範囲内、具体的には1590億円となる見通しでございます。文部科学省といたしましては、来年11月末の竣工に向け、引き続き関係機関と連携をして、新国立競技場の整備を着実に進めるとともに、JC の整備コストの動向等、これを毎年しっかりとチェックをしてまいります。蓮舫君。
会計検査院に確認します。今、柴山大臣がお答えした1590億円の新国立競技場の新整備計画で、ここに入っていない、これまで使ってしまった国民の税金由来等と売上等の、お金はいくらですか。会計検査院、堀川大吾局長。お答え申し上げます。新国立競技場の整備費用については、新国立競技場工事設計管理等に要する見込み額1581億円以外に、日本青年館 JSC 本体本部等移転経費、通信セキュリティ関連機器、重機等整備費等がございます。これらの経費については、会計検査院の今回の報告に記述している新国立競技場の整備に伴う経費の執行状況によれば、28年度までの契約金額が計414億4円となるものでございます。以上です。蓮舫君。今お答えいただいたとおり、柴山大臣、1581億円だけじゃないんです。すでに420億円使われて、国立競技場の整備は2000億も使われているんです。この実態はご存知でしたか。柴山文部科学大臣。ご指摘のとおり、1590億円を、上限とする見込みということとですね、そして今お話になられた、すでにそれ以外の余剰の費用が発生しているということの食い違いは承知をしております。ただし、この、いわゆるその余剰の部分につきましても、当初想定をしていた、埋蔵文化財等の調査費、あるいは日本青年館等の移転経費、これはですね、もともと外側の費用として想定をしていた部分でありまして、これにつきましても、先ほど私が冒頭紹介させていただいたとおり、都と新興区の売上等に基づきまして、召喚をさせていただきたいと、このように考えております。蓮舫君。前の整備計画の失敗に固執するあまり、1581億円の上限は守ると言いながら、そこからこぼれたお金は他の、説明をつけて、本体予算とは違うと言っているんですが、整備費で見たら全部一体です。これもすでに2000億に膨れている。しかもこの返す見込みなんですが、JSC さん、財源はすべて確保されてますか。日本スポーツ振興センター理事長、大東和美君。はい、ご説明いたします。今、ご説明がありました、お金の件ですが、私ども当初から、計画していた内容に間違いございません。すでに311億円を借り上げておりまして、その後必要に応じて、借りるという予定にしておりますけれども、これはなぜかといいますと、スポーツ振興時の方を当てるということなんですけれども、実際、作業をやってますと、日々、コストが発生します。それの支払いの充当のために、お借りすると、お借りしたということであります。蓮舫君。311億、お金が足りなくて、もうすでに借りてしまった、この311億を都とスポーツ振興宝くじの売上から10% 分を JSC に入れて返す、いつ完済しますか。大東和美君。はい、項目としては、特定金額ということで、平成35年、2023年までに売上の 10% を返すという予定になっております。蓮舫君。はい、今、借りた311億を返すのも、オリンピックが終わった3年後です。しかもさらに480億円足りないんじゃないですか。大東和美君。はい、今そこは検証中でありますが、約そのぐらい不足するということになりまして、トータル790億あたり読み込んでいるということでございます。蓮舫君。現段階で2000億に膨らんだ新国立競技場、そのうちの1590億の財源が794億円足りなくて借金することになりました。311億は平成35年、オリンピック大会終わって3年後。じゃあ残る480億はいつ返します。大東和美君。はい、
現在の計画では、平成36年、2024年までに、売上の 5% ということで考えてやっております。あ、すみません、失礼しました。平成で言いますと、43年度ということになります。レオン君。つまり、今足りなくて、これから借りるとされる480億を、都との売上が変わらない、新たに支出がないという前提でも、オリンピックが終わって13年かかるんです。これは本当に、この計画は、収支は健全性が保たれているとお考えでしょうか。大東和美君。はい、私ども、スポーツくじの売り方も含めまして、鋭意、誠意しているところですが、この目標に向かってしっかりやっていくという決意でおります。レオ君。しっかりやっていくっていう決意を示されても困るんです。しっかりやっていく保証が欲しいんです、私は。しかもこれは新たに財政支出、柴山大臣に聞いた方がいいでしょうか。大会終了後、これ、回収するんではないでしょうか、スタジアム。柴山文部科学大臣。お答えをいたします。今、委員ご指摘のとおり、新国立競技場はですね、大会後、どのように維持管理するかということにつきまして、水落副大臣の下で関係閣僚会議が大会後の運営管理に関する検討ワーキングチームで検討をいたしました。昨年11月にその基本的な考え方を取りまとめ、2019年年をめどに民間事業化のスキームを構築しておりますが、そこでは、臨場感ある球技専用スタジアムに改修することなどを、提案をしていると承知をしております。これに向けてですね、気になる財源の問題ですけれども、民間事業者の意向確認などを行いながら、業務の範囲、期間、運営権の対価などを検討をすることとしておりまして、その結果に基づいて、維持管理に関する長期的なコストとその負担のあり方について、一定の整理を行うというように承知をしております。文部科学省といたしましては、この改修後の新国立競技場が、大会後のレガシーとして有効に活用されることが重要だと考えておりまして、民間事業者の創意工夫を活用して、維持管理コストの削減等に努めることで、国民に長く愛されるスタジアムとなるよう、しっかりと取り組んでいきたいと思います。蓮舫君。はい、今の段階では、まだ整理をしているから、これから費用がいくらかかるかわからない、かかる費用です。大会終了後、競技場は8万席の球技専用スタジアムに改修をします。民間業者を活用して、ホスピタリティ機能を充実するために改修するので、大会は、競技場は2年間使いません。でも、この2年間、経費はかかります。収入はありません。で、さらに、この経費に加えて、改築後、50年間に必要な大規模改修費も必要になります。これ、前計画の時、ほぼ今の計画とも変わらないと思うんですね、かかる費用。前計画の時には、ライフサイクルコスト1046億円と試算をされていました。つまり1000億円を超える経費がこれ以上かかるという、これはお認めになりますか。柴山文部科学大臣。将来的な事業のストラクチャーでありますので、十分ですね。今ご指摘になられた諸要素も含めて、意見聴取と検討を重ねていく必要があるかというように思いますし、そこにはさまざまな民間事業者の現場に基づく建設的な提案や知見を踏まえて考えていく必要があると思っております。また、われわれといたしましても、JSC とですね、しっかりと連携をして、費用や責任の面での適切な公的負担のあり方も吟味をさせていただく必要があることから、相当の時間をかけ、そして適時に JSC にも報告を求めつつ、検証していきたいと、このように考えております。平尾君。民間を活用するというんですけれども、国立競技場の整備費用は JSC です、すなわち国の、運営費交付金か、それか都と財源しかないんです。
で、都々財源はこれから11年間、ずっとも使い道が決まってるんです。さらに足りなくなるかもしれません。そこにライフサイクルコスト1000億以上がかかってくる。今、大臣は民間の力を活用すると言いましたが、旧計画で JSC が民間に頼って収支の計画を立てたら、平成25年12月、収支見込みと年間回収費を入れたらマイナス10億の赤字でした。で、その後2年後にもう一回計算し直したらマイナス20億の赤字でした。やればやるほど赤字という、とってもやってはいけない失敗前例があるんですね。で、この部分を理解した上で、桜田大臣、これ要請したいと思うんですが、大臣ももう少し、予算のあり方を把握していただきたいんですけれども、これまで行政改革として行政事業レビューシート、基金シートを作って整理をしてきていただきました。オリパラ関連事業シートを作って、ガバナンスを取っていただけませんか。なんで後ろ向くの。桜田担当大臣。蓮舫さんの言う通り、検討してみたいと思っております。蓮舫君。蓮舫です。次に検討したかどうかっていうのは、また引き続き委員会で聞かせていただきますので、ぜひ実施をしていただきたいと思います。次に残る時間で、消費税増税、総理、増税で国民の理解を得るために、最もの必要なものは何だと、総理はお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。この増税のですね、目的について理解をしていただけると、また増税をする以上ですね、必要な歳出削減等にしっかりと取り組んでいるかどうかということも含めて、国民の皆様の納得が必要なんだろうと思っております。蓮舫君。私は信頼が優先されると思います。つまり政府や政治に対する信頼がある、税金が無駄に使われない、行政サービスとして自分に必ず返ってくる、この信頼があったら増税の納得の説明をする効果というのは上がると思うんですが、驚いたんですが、総理、先日、安倍総理は、国会議員が一番信頼されていないと挨拶をされましたが、それはご自身のことですか。安倍内閣総理大臣。すみません、失礼。これはアンケート調査の結果ですね、この自衛隊の記念日で、お話をさせていただいて、一番信頼されているというところで、自衛隊だったという話をさせていただいて。その調査によると、残念ながら国会議員が信頼されていないという結果になっていたので、頑張っていきましょうと、という趣旨でお話をさせていただいたところでございます。蓮舫君。財務省内で公文書は改ざんされる、そのトップの首は飛ばさない、自衛隊の海外活動日報は隠蔽をする、総理の腹心の友や総理夫人の知人は優遇される、政府は誰も責任を取らない。これやっぱり安倍内閣のこの姿勢というのは、国民の信頼、政治家への信頼失墜に残念ながら直結していると指摘せざるを得ません。その上で消費税増税との結果、社会保障の充実と財政再建を同時に進めていくと総理は言っておられますが、それは実現可能でしょうか。安倍内閣総理大臣。我々この消費税率を引き上げてまいりますが、これはですね、まさに、社会保障制度を、持続可能なものにしていくということも、ございます。この少子高齢化の中において、しっかりと安定財源を得ていく、それと同時にですね、国の信任を維持をしていくということであります。その中で財政再建も進めてまいりますが、財政再建を進めていく上においては、経済を成長させていかなければ、デフレから脱却をして経済を成長させていく必要があるということでございますので、同時に進めていきたいと考えております。蓮舫君。全く賛同いたします。そのための協力は惜しみないと思います。ただ、こちらご覧いただきたいんですが、真ん中が安倍内閣がすでに保護にした、3党合意によるものです。で、その隣が、総理が使途変更によって、使い道がこのように変わったという、変化の結果なんですが、そもそも軽減税率で減収がマイナス1兆円、社会保障の充実が膨らむ、その結果、借金返済は 2.4 兆、およそ消費税 1% 分なくなるということになります。政府の大変甘い前提の試算でも、プライマリーバランスが黒字化するのは、2020年を大きく超えて2027年、現実的な 1% 成長で、いつプライマリーバランスがゼロになるかといったら、それは分からない、
政府の試算では出されていません。つまり 1.7 兆円を幼児教育無償化等に大きく使い道を変えた、でもその結果、将来世代の育っていく子どもたちの負担をさらに重くしてしまったことにつながりませんか。茂木経済担当大臣。今回ですね、我々国民の真心を問いですね、消費税の使い道につきましては、財政の健全化、そしてまた、子育て世代の支援の充実、子どもたちへの投資、さらには、社会保障の充実と、半分ずつ使うという形に今させてもらったわけであります。当然それによりましてですね、PB 黒字化と、目標年次、2020年の達成が困難であると、しかし、現在のですね、足元の経済のトレンド等々を見ましてですね、しっかり歳出削減も行った上で、2025年にですね、PB の黒字化をするという、この目標については、堅持をさせていただきたいと思っております。将来世代への負担の先送りではないかと、こういうお話がありましたが、我々は全世代型社会保障を作っていく、そういった大きな第一歩として、まず今、子育ての世代、非常に負担というものがあるわけでありまして、これを負担を軽減する大胆な施策を、この使い道の変更の中で 1.7 兆円確保いたしております。レオ君。このへこんだ軽減税率による税収1兆円、これ、いろいろな財源集めて手当てするんでしょうけど、せめてそれは借金返済にプラスに上乗せをして、将来世代の負担をマイナス 1.4 兆にしていただきたいと思いますが、総理、いかがでしょう。安倍内閣総理大臣。軽減税率の方をこれ、1兆円ですか、の分につきましては、総合合算制度についてはこれは行わないということでございまして、この分は落ちていく、そして残りの6000億円だったかな、残りの6000億円につきましてはですね、これはこの後の予算編成の中において、しっかりとした財源を見せていきたいと、このように考えております。蓮舫君。それと、全世帯型に消費税の恩恵、還元するんだと言ってますが、保育所に入りたいのに待機児童となって家で育児せざるを得ない、仕事も諦めざるを得ない、この方たちに無償化の恩恵はありますか。茂木担当大臣。まず待機児童解消に向けてのですね、30万人分の施設につきましては、2年間前倒しをして整備をするということにいたしました。そして今回ですね、3歳児から5歳児、幼稚園、保育園、さらには認定こども園、そして保育の必要性、こういう観点から認可外につきましてもですね、しっかりと無償化をするという方針を打ち出し、来年の10月から実施をさせていただきます。こういったことをしっかりですね、広報もしながら、今、自宅で子育てをされている、こういう選択をされる方もいると思いますが、その保育所に預けたいという方がですね、預けられるような環境を作っていきたいと思っております。蓮舫君。違います。意に反して待機児童になって自宅で育児せざるを得ない人に消費税還元されますか。茂木大臣、担当大臣。消費税の使い道につきましては申し上げたようにですね、 1.7 兆円分につきまして、子育て世代に大胆に投資をするという形を取っております。さらには、待機児童解消に向けまして、32万人分の施設を2年間前倒しをして行っていきたいと思います。蓮舫君。家で育児をせざるを得ない人に消費税増税分の還元がありますか。茂木担当大臣。消費税は直接還元するものではありません。こういった子育て世代を支援する全体の施策の中で支援をしていきたいと考えております。はい、蓮舫君。幼児教育無償化の還元はありますか。茂木担当大臣。個々の家庭によって、どう育て替えたいかと、そういう判断はあるというお話を申し上げました。その上で、預けたいと思う方にとっての
施設等を整備をする、サービスを提供する、こういった意味においては、還元といいますか、支援策は取ってまいりたいと考えております。速記を止めてください。茂木担当大臣。消費税、ご案内のとおりですね、個々の家庭にですね、還元するという性格よりも、先ほど申し上げましたように、1.7 兆円等々ですね、投じて、子育て世代の教育の支援を行っていく、そういう家庭において、預けることができないと、現状である人についても、施設整備、さらには無償化と、こういう対策を取ることによって、預けられるような環境を作るという意味で、還元をしてまいります。レオ君。全く答えてません。分かってるから答えられないんだと思いますが、待機児童で家を預かる、家で子どもを育てるしかない人、もしかしたら仕事も諦めざるを得ない人たちに、幼児教育無償化の還元はないんです。しかも無償化される保育園や幼稚園というのは、そもそも所得制限がありますから。高所得者ほど保育料は高い、低所得者ほど低い、これ一律無償化したら、高所得者が最も恩恵を預かります。こういう不平等なことが社会保障の充実だというのは、私は全くおかしいということを申し上げ、質問を終わります。以上で、蓮舫君の質疑は終了いたしました。次に、杉尾秀哉君の質疑を行います。杉尾秀哉君。委員長。はい、秀哉君。はい。立憲民主党民友会の杉尾秀哉でございます。蓮舫議員に引き続いて質問させていただきます。10月2日、第4次安倍改造内閣スタートしました。記者会見で総理は適材適所の考え方のもと、これまでで最も多い12人が初入閣したと述べました。ところが先ほどのですね、桜田大臣のですね、迷走答弁もある。安倍総理に改めて伺います。今回はこうした初入閣組の方も含めて、適材適所内閣ということでよろしいでしょうか。安倍内閣総理大臣。人事は常に、適材適所でございまして、これは御党も同じだと思いますが、私も皆さんからさまざまなご批判が受けますが、すべてにおいて完璧な人材なという人はですね、これはめったにないというか、もとより、なかなかいないんだろうと思いますが、それぞれの専門性や、これまでの経験や調整能力、発信力などをですね、総合的に勘案し、それぞれのポストに適材を配したと考えております。杉尾秀哉君。世間は適材適所と見てないというふうに思いますよ。総裁選の論考人事じゃないかというふうにメディアからですね、伝えられています。在庫一掃セール、大化一掃内閣。こういうふうなですね、故障もありました。で、大体改造しますと、私も長くメディアにいましたから、内閣改造後はですね、支持率が上がるというのが通例でございます。ところが今回はですね、軒並み、低下しているか横ばい。で、毎日新聞の調査に至ってはですね、期待が内閣改造で高まったというのはわずか 8% しかいません。そこで総理に伺います。担当直入に聞きます。今話題になっています、片山大臣。地方創生担当大臣として適任だと思われますか。安倍内閣総理大臣。地方創生にはですね、幅広い政策分野への知見が求められていますが、片山大臣にはですね、旧大蔵省出身で、党の政調会長代理など、さまざまな政策立案のに携わってきた経験を生かしてですね、与えられた職責を全うしてまいりたいと考えております。杉尾秀哉君。
片山大臣のキャリアから言ってですね、政調の副会長をされたかもしれませんけれども、本当に地方のことが分かっているのかという意見はですね、私は自民党の関係者の方からも伺っております。先日の衆議院の質疑でも指摘されてましたけれども、片山大臣、去年の7月、加計学園問題で朝まで生テレビに出演されました。四国は獣医のなり手がいないんですよ。あそこは離れ小島だからとこういうふうに発言されています。そこで改めて片山大臣に伺います。四国は離れ小島なんでしょうか。片山さつき担当大臣。はい、お答えいたします。議員お尋ねの発言につきましては、国家戦略特区の今治市に開設予定の獣医学部問題の議論につきまして、公務員獣医のなり手が本当に少なく、待遇が悪いのが現状であって、当該状況を改善して四国にとどまっていただくことが必要であり、そのために四国への獣医学部の開設、公務員獣医師の分母を増やす必要があるとの文脈の中で発言したものであり、愛媛県の門前知事があるインタビューの中で、ご自身が知事だった頃、鳥インフルエンザや狂牛病、それから口蹄疫の時に、港などの水際での検疫体制の強化に、削人材が足りず非常に苦しんだ、四国のような周囲を海で囲まれたエリアでは、特に、こうした、越境感染症のリスクの高まりに備える必要が高いということの発言でございまして、決して四国の皆様をお傷つけするようなつもりで申し上げたのではないことを、ご理解賜ればと存じます。また発言の一部分が切り取られて拡散することで、ご気分を害された方がいらっしゃるとしたら、誠に申し訳ないことと考えております。いずれにいたしましても、地方創生担当大臣として、今後も気を引き締めて職務に当たってまいりたいと考えております。以上です。以上、秀哉君。私、VTR 見ましたけど、その後、ずいぶんその差別的というかですね、失礼なことを言いますよねって言ったら、私、そんなこと言ってませんよって言って、あなた、嘘ついたでしょ、あの番組で。普段からこういうことを考えてないと、生放送の番組で喋らないんですよ。で、あなたはそもそも、普段から上から目線、ものすごい立派なキャリアだと思います。すごく立派なキャリアだと思いますけれども、上から目線、人権軽視とも取れるような発言が多いんですよ。例えばちょっとフリップ見てください。片山大臣はですね、2012年頃なんですけれども、生活保護バッシングの先頭に立っておられました。これでずいぶん名前を売られたと思います。この中でですね、たくさんあるんですけれども、2つだけ抜き書きしました。本当に生活に困窮して3食食べられない人がどれほどいると思うか。ホームレスが糖尿病になる国だ。生活保護は生きるか死ぬかのレベルの人がもらうもの。こういうふうに発言されています。そこで片山大臣に伺いますけれども、片山大臣は本心からこういうことを思ってらっしゃいますか。生活保護というのは生きるか死ぬか、死ぬ間際の人じゃないともらえないということですか。片山さつき担当大臣。お答えいたします。ご質問の件につきまして、生活保護制度は私の所管外のことでございますので、お答えすることは差し控えたいと思います。以上。組織を止めてください。片山担当大臣。はい、現在は内閣の一員でございますので、生活保護についての考え方は内閣と同じでございまして、ご質問の件につきまして、言葉の関係で、もしもご不快に思われた方がいらっしゃったら、大変申し訳ないと思っております。杉尾秀哉君。不快とかいう問題じゃないんですよ。この言葉で傷ついた人が何人いると思うんですか。私、こういう人の話聞いたんです。埼玉に住んでらした30歳の男性の方です。この方、うつ病を患ってらっしゃって、で、ホームレス状態だったの。で、自分で、これ、サポートしていたですね、
名前言っていいっていうから、ここで言いますけれども、埼玉の NPO 法人のホットプラスの藤田さんって代表の方です。私、直接聞きましたから。この人、サポートしてたんです。だけど、片山大臣のその発言を聞いて、この人は30代で本当にもらっていいのかってずっと悩んで、最後に自宅で自殺されたんですよ。いっぱい求人票が家にあったらしい。殴り書きのメモまであったそうですよ。この人だけじゃないかもしれない。あなたは地方創生なんて言ってるけど、地方の痛みか、こんな人権感覚で分かるんですか、どうなんですか。片山担当大臣。はい、お答えいたします。生活保護は国民の血税で賄われる最後のソーシャルセーフティーネットでございまして、その全体の位置づけというのは内閣の解釈通りでございますが、まあ、いずれにいたしましても、生活保護が不正受給等によって、本来、行き渡る方に行き渡らないということがあってはいけないということから、追及というか、見直しのための提言を出させていただいて、それが法改正につながったものと存じております。まあ、いずれにいたしましても、もしも過去、そして不快に思われた方がいたら大変申し訳ないとございますが、私はそういうことを本意としたものではございません。以上です。杉尾秀哉君。随分だと思いますよ。不快に思われたなんたら、そんな問題じゃないと思いますよ。でね、ここにね、こういう本があるんですよ。あなたが書いた本です。正直者にやる気をなくさせる福祉依存のインモラル。これ、あなたはこういう本を出して、政治団体が買って、で、その印税があなたの収入になってるらしい。まあ、それはいいけれども、この中にこういうくだりがあります。ニート引きこもり、こうした若者たちは大人として、社会の一員として、その義務や責任を果たしていると思うか。今や日本人は勤勉の精神を失ってしまったのではないか。片山大臣、これ本心ですか。片山担当大臣。はい、本全体の中からそこだけを抜き取られてのご指摘ではございましたが、表紙の帯にも書いてありますように、福祉とは努力をして得る、国連の平安であるという哲学者の言葉もございますし、まあ、やはり自助努力というものを福祉の中で位置づけているものも多方ございますので、いろいろな考え方があるということはあると思いますが、いずれにしましても、今は内閣の一員として、生活保護につきましては、内閣の解釈に従うところでございます。杉尾秀哉君。委員長、片山大臣のホームページに、安倍総理が推薦文載せてます、そこの下です。困難な状況にある人を助けたいが、片山さんの原点とこういうふうに推薦、これ、片山さんってそういう人なんですか、総理。安倍内閣総理大臣。私は今までの、このやり取り、あるいはこの文書というものについて、読んだことはございませんが、まあ、片山さん、この政治家になる原点はですね、そういう気持ちで政治家になったということは聞いたことがございます。杉尾秀哉君。以上。随分総理たるもの、いい加減な推薦文載せるもんなんですね。で、その片山大臣、ちょっと本題に入ります。口利き疑惑なんですけれども、はっきり言ってこれ完全にアウトです。衆議院の審議で片山大臣、名村氏を私設秘書ではないと、こういうふうに否定されましたけれども、衆議院の審議の中で名村さんが私設秘書として参議院の対応書を持っていたことが明らかになりました。大臣自体も、自身も認めてらっしゃると思いますけれども、施設秘書、公対応書を持ってらっしゃったと思いますが、それでいいですね。片山担当大臣。お答えいたします。まずはじめに、週刊誌報道で大変お騒がせし、非常に申し訳ないと思っております。まずこのご質問の、税理士さんにつきましては、参議院の出入記帳公対応書につきましては、ご本人の強い希望がございましたので、2011年末に申請をいたしましたが、2015年5月に返納をしているところでございます。以上です。答えてない。杉尾秀哉君。以上、はい。答えてない。もう一回言ってください。いいですね、公対応書。片山君、大臣、片山大臣。
はい、施設秘書というものにつきましては、法律上の明確な定義がございませんので、私、どもの方で、訴訟をいたしておりますが、訴訟をする上では、斡旋利得上の、施設秘書として該当するものについては、使用関係があり、政務活動を補佐するという二重の条件が書いておりまして、そういった意味では、この方は私の秘書であったことはないので、そのように訴状をしておりますが、参議院の出入気象庫対応証は、2015年の5月までは所持していたということはお答えしております。以上です。杉尾秀也君。以上。この庫対応証の申請書の裏に履歴書の欄があって、履歴書の最後に、議員事務室採用とこう書いてあるんです。採用してるじゃないですか。片山担当大臣。はい、いずれにいたしても、ご指摘の資料につきましては、今、まずその昔3年以上前のものなので、今、探しているところでございますけれども、まあ、いずれにいたしましても、この、対応書を発行して15年5月までは発行していたということで、ございますので、それ以上でもそれ以下でもございません。以上です。杉尾秀也君。訴状には、15年5月までなんて書いてないんですよ。施設秘書として勤めたことはないと、事実関係を完全に否定してるんですよ。これ、それで、その申請の書類があるとかないとか言ってましたけど、この申請書が認められなければ、対応書もらえないんですよ。この申請書の裏の履歴書にちゃんと書いてあるんですよ、事務室採用。これ、あなた、じゃあ、虚偽記載したってことですか。片山担当大臣。はい、お答えをいたします。この対応、出入り気象対応書が出たということは、おそらくその必要な書類が出されていたというふうに私も思います。ただ、申し上げておりますとおりに、私は秘書として、